国鉄レム5000系科車は、1964年から1969年に、かけて1461両が新造された、日本国有鉄道の冷蔵車である。本項目では、レム5000型と同等の車体を使用した試作車のレム9000系、及びその後の実現しなかった、国鉄冷蔵車についても説明する。レム6519章は30年代末。 国鉄の貨物輸送量は市場空前の量に達していた。国鉄ではこれをさらに改善していくべく、新型貨車の開発や荷役作業の機械化などの取り組みを進めていた。こうした動きは冷蔵車にも適用され、この当時保冷性の高い冷蔵車として実績があったる12000型を代替する重保冷の冷蔵車が計画された。これが本形式である。 本形式の開発より前に、有害者との兼用を考慮して開発した、軽保冷のレム 1K、レム400型が存在していたが、どちらも保冷性の低さから荷主に経営されており、軽保冷レムの後継車両開発計画は、キャンセルされている。本形式は、 全長 8880mm、全幅 2777mm、全高 3702mm、自長11.4トンで、冷蔵車を本来の用途として設計された二軸車としては、初めて荷重が15トンに達した。車内容積も通常の有害車と同等になり、有害車の代用として使用した場合の利便性も確保されていた。 15トン席であっても軸重は13.2トンに抑えられており、平成入線も可能である。氷層は従来ほとんど使用されていなかったので、設置されなかった。断熱材はガラス面を使用している。走行装置は二段リンク式で、最高速度は時速 75km である。本形式は、三菱重工業三原工場と舞鶴重工で製作が行われた。 1964年3月に、試作のレム5000が登場し、設計通りの性能が確認されたため同年9月から量産が開始された。レサ1万型を製造した1966年度のみ、製作が中断しており、1967年度製造の分からは二次型となり、車内にドライアイスを置く棚が取り付けられるなどの改良が行われている。 一時型は851両が製作され、レム5000、レム5850となった。二次型は同一形式ながら6000番台が割り当てられ、610両が製作され、レム6000、レム6609となっている。レムという形式記号が割り当てられた車両には、それまでレム1型とレム400型という2形式の軽保冷車があり、その低い保冷性能から、 二主から不評を受けていたため、当初は本形式もその、レムという称号ゆえに、保冷性には、二主から不審の目が向けられていた。そのため、国鉄は、性能比較試験結果を公表するなどして、不審の打ち消しに努めた。また、在来の、レムと異なる、保冷性の高さをアピールするために、車体に、青帯が30センチメートル幅で巻かれ、イメージ改善措置が取られた。 昭和50年代後半になると、国鉄の鮮魚輸送は、急速に衰退して、本形式も余剰となった。このため1982年から廃車が始められた。1984年2月1日、国鉄ダイヤ改正では、北海道において、札幌ビール向けのビール保温輸送に61両、黒崎駅から全国に向けて、三菱火星のドライアイスの発送に25両、 長崎駅から下関駅、山陰方面への鮮魚輸送に五両が残るのみとなった。しかし、これらの輸送も間もなく廃止され、本形式は1986年に形式消滅となって JR に継承されたものはなかった。貨物列車の高速化の流れに対応するために、二軸貨車は43等で、それまでの最高速度が 時速六十五キロメートルから時速七十五キロメートルに引き上げられレム、しかしさらに高速化を進めるために二軸車の時速八十五キロメートル対応化が計画され、その試作車として、レム9 0型が型九百六十八年に二両、三菱重工業と日本車両製造で製造された。車体は、レム五千系二次型と全く同一であり、走り装置に一軸台車を使用している点が、 異なっていた。落成後は、塩釜港駅常備となり、走行試験に供された。走行試験では、時速 85km 走行に一応成功したが、結局時速 85km の貨物列車は、本格的に運行されることはなく、本形式も量産されなかった。そのまま逆に、時速 65km 指定の路表記がなされ、重保例を示す青帯と、 時速 65km 制限を示す抗体を両方巻いた得意な外観の状態で長らく放置され1978年に廃車された昭和40年代に入ると新たな材料として繊維強化プラスチックが注目されるようになったこれを用いてレム5000系のさらなる後継車両が計画された FRP を車体全体に用いることで軽量化と 断熱性の高さを達成できると見込まれたためである。開き度と引き度を組み合わせることで側面を全開にすることができる設計が検討されていた。しかし冷蔵車の時代がすでに終わりつつあったため、構想のみで終わった。RM ライブラリー28国鉄冷蔵車の歴史渡辺一作 ISBN4873662575 国鉄レム9000経過車に関するカテゴリー。 ありがとうございます。